逃げる間の足止め役なら喜んで引き受けよう。お前に命を拾われた身だ。この命、お前の好きな時、好きなように使え。お前一人が頑張ったところでどうにかなるような相手じゃないよ。あいつは私と47番であのデカブツの動きを止める。お前は奴の喉元に体験を叩き込む。全戦士中最も早く最も威力のある月を放てるお前にうってつけの役だ。いいな、自分の命は自分のために使え。さあてと行くぞ。なるほど。てめえ。二手に攻めると集中がそがれて彼女の技が使えるわけか。13、14、15、16、18、19、20、21。回転数最大。私のすべての力を叩き込む。今だ、やれ、ジン。やべえよ、この技やべえ。勝負ありね。すごく見応えがあって面白かったわ。手が、手が。やっぱり仲間って大事よね。ぜひ私も友情を分かち合いたいわ。いでよ、手が、手が。ちょっとうるさいわね。人がせっかく感傷に浸ってるっていうのに。だってほら、手が、手が両方ともね。あなた、バカみたいに攻撃力がある代わりに回復とか再生にすごく時間がかかるのよね。まあいいわ、とりあえず全部済んだし、あとはゆっくり彼女たちを隠す。あら、何よあんた。やめてよね、もう勝負はついてるんだから。私の目的はあなたたちを殺すことじゃないの。痛めつけて覚醒させることなんだから、お願い分かって。私あなたを殺したくないのよ。ジン、生きてるか。ああ、なんとかな。さっきのあれもう一度できるか。あまり多用する技ではないが、なんとかもう一度くらいならやれなくもない。
悪いが、お前の言葉にすがらせてもらう。お前の命、私に預けてくれ。もとより、そのつもりだ。すまん。懲りない人たちね。ダーフ。え？殺さない程度に相手をしてあげて。道は私が開く。ジーン、お前は大剣を奴の喉元に叩き込め。行くぞ。うわあ。この野郎。ま、借り物の右腕の割には頑張ってる方かな。うれ。てめえ。でもね、明らかに妖力過剰なのよね。完全に覚醒した右腕に振り回されてるって感じで。何より無駄な振りが多すぎよね。まだか。まだなのか、ジン。21、回転数最大。よし、行ったか。クレオ。え、うわ、やべえ、こいついつの間にかまたぐるぐるやってやがる。ったく、うぜんだよ。おめえは死ねえ。クレオ、私を信じろ。道は必ず作る。言ったはずだ。この命、お前のものだとな。どんな無茶な命令だろうが、すべて従うさ。へえ、まだ立つんだ。どの道、打つ手は残ってないと思うけどな。死に損ないが。行け、ジーン。その一撃を奴に叩き込め。バカが、潰して終わりだ。意識を集中しろ。奴の妖気を読み取り、そこだけに拘束拳を反応させる。なんだ。信じられない。暴走する右腕での攻撃を、仲間の体を避けてダフの腕にだけ当てるなんて。ざけんなよ。すまん、今できるのはこれぐらいだ。行け、ジーン。その首、完全に切り落とす。ごめんね。勝利の瞬間を味合わせてあげたいけど、そうもいかないの。あれでも一応、私の男なのよ。一応これで人たち受けたことにしておいてあげる。何？
こうなる前に全部終わらせるつもりだったんだけどな。あら、ダフ、ほっといてごめんね。あなたに死なれちゃ困るのよ。私を受け止めて壊れないなんてあなたぐらいなんだから。そうそう、約束だったわね。私に一太刀でも浴びせることができれば、北の男の名前を教えてあげるって話。いいわよ、教えてあげる。あなた一生懸命頑張ったものね。男の名は、雪と氷に閉ざされた北の地、アルフォンス。白銀の王、イースレ。北の地、アルフォンスの、イースレ。あの男を倒したければ、私の仲間になりなさい。それが、ただ一つの道よ。それじゃ待ってるわ。また会いましょう。あれほど巨大なものが一瞬で。